本日は新たな取り組みであります観光エキスパート事業について発表いたします。皆様のお手元にある資料に沿って説明いたしますのでよろしくお願いします。皆さんもご存知の通り、横手市には歴史、文化、食、自然、お祭り等数多くの観光資源が存在します。認知度の高いものといたしましては盆田、鎌倉の横手の雪祭りですとか横手焼きそばが挙げられると思いますが、そういったものを含めまして優れた観光資源が存在するにもかかわらず知られていないものも多いということが現状です。地元住民でさえよく知らないですとかわからないというものは知人や観光客に対して紹介したり案内することができないというのは当然のことと思います。当市を訪れたお客様は横手市の良さを認識せず帰路に疲れているということが現状です。そこでこれからは横手市の観光素材、それから人の触れ合いということをキーワードといたしまして、会話や体験によって感動とつながりを作り、再度横手市を訪れてみたいと感じていただけるような仕組み作りが必要だと考えております。ということで、市内の伝統芸能、歴史、食、農業など案内や体験指導してくれる皆さんを観光エキスパートというふうに名付け、エキスパートの皆さんからさまざまな体験指導をしていただき、横手市の宝の PR につなげていきたいと思います。3月28日現在、団体や個人から29のエキスパートの皆さんにご協力いただくことになっております。それではここでエキスパートの一つの団体であります増田地区プリティアップルの佐々木さんより活動紹介とエキスパートとしての意気込みをお願いします。皆さんこんにちは。増田町で60歳以上のおばあちゃんたち10名で立ち上げましたリンゴ染め、草木染めの一つの中のリンゴ染めの活動をさせていただいてます。代表の佐々木です。よろしくお願いします。私たちは増田町といえば地場産業としてリンゴと皆さんそれぞれ思い浮かばれることと思いますけれども、でリンゴにはいろいろな魅力が秘めされておりまして、ジュースやらいろいろな加工お菓子までありますけれども、枝から抽出されるもので何かを作りましょうということでリンゴ染めというものに私たち注目しまして、やっと完成品というところまでやってみました。それで今増田町は今皆さんご存知の注目されております充電金という素晴らしい蔵のところで観光の皆さんが続々とお越しいただいておりまして、その人方へのお土産品にということで私たち開発してみました。またそこでまたただ売り上げと売って買っていただくというよりもまた体験していただきましょうということで小さな体験をしてそこでしか味わえ地元でしか味わえないお土産を作っていただきましょうという思いで今やっております。体験した方々はまたやってみたいということでいろんな魅力を秘めております染め物でございますので、またこれを私たちはもっともっと魅力的さらに魅力を増していきたいと今考えております。よろしくお願いします。ありがとうございます。なお案内や体験につきましては一部予約が必要となっており有料になるものもございます。こちらの情報は4月1日から横手情報局横手まちナビというホームページに掲載いたしますのでぜひご覧いただければと思います。以上で観光エキスパート事業についての発表を終わります。ありがとうございました。